こんにちは、横久米勝人です。本日の横久米ゼミでは、略式起訴、そして国会議員の失職について解説をしてみたいと思います。さて、新潟区検は本日、石崎徹衆議院議員を当時の秘書への暴行罪で新潟簡易裁判所に略式起訴したことが報じられております。この略式起訴とは何でしょうか？聞き慣れない言葉かもしれませんが、通常の裁判とは違った略式手続き、つまり公開された裁判のあの手続きを経ずして書面上だけで略式で判決を下すというものが略式手続き、その手続きを求めるのが略式裁判を求めるのが略式起訴という形になります。この略式起訴するための要件というものがありまして、簡易裁判所の管轄に属する事件である。つまり、比較的軽微な犯罪である。そして、100万円以下の罰金または科料を課し得る事件。かつ、略式手続きによることについて被疑者に異議がないこと。つまり、通常の裁判じゃなくていいよ。シンプルに短期に。略式でいいよ。っていうのは、本人が認めてる。つまり、否認事件じゃない。もう、争いません。略式手続きでいいよって言ってる状況に限られるという形になります。ただ、略式手続きにおいては、今回暴行罪で罰金刑が課せられますので、通常裁判じゃなくても、前科であることには変わりありません。それでは、石崎衆議院議員、前科がつくことがもうほぼ確定という中で、前科、罰金刑になった時に失職するかですけど、結論としては失職はいたしません。国会議員が失職する時というのは、一般的な罪において禁錮以上の刑に処せられた、禁錮とか懲役で執行猶予がつかない、つまり実刑だった時、または公職在任中の収賄罪、斡旋利得罪、公職選挙法違反、政治資金規正法違反、つまり政治家たる者としての犯罪をした場合には有罪となった場合、つまりその場合は罰金刑でも失職するんですが、その他の今回みたいな暴行罪等々、政治家と直接関係しないものに関しては実刑じゃない限りは失職はいたしません。その他、いわゆる連座制が適用された場合とか、日本国籍を失った場合などが失職とされますが、本件では失職の要件を満たさず国会議員で居続けるという形になります。あとは有権者の方が選挙で当選させるかさせないか、有権者のジャッジが下されることになります。本日の横久米ゼミは以上です。